知らず電波に乗っけて傷つけるだけ。お互いに痛いってことちゃんと知ってる大人はどこにいる。パワハラ、モラハラ、またハラ、種類だけどんどん増えちまって人の心おっかない部分、世代の違い、考えの違い。大事なのは上司も部下も先生も生徒も家族も恋人も目に見えない小さな小さな積み重ねの信頼という宝物。お互いに痛いってことちゃんと分かり合える時代を取り戻すにはかかってこいよ。敵はそいつじゃない、かかってこいよ。敵は自分、ありがとうございました。高崎健康福祉大学高崎高等学校のみんなです。テーマウェーブ、代表者1名来ていただけるかしら。あ、ウェーブしてる衣装も素敵ねえ、黒いレースが。今回革命と書いてウェーブと読ませました。その心は。はい、大人でも子供でもない私たち高校生がこの世の中を変える原動力になりたいという、そういう強い気持ちを込めて表現しました。そっか。高崎健康福祉大学高崎高等学校のみんなは DCC は初めて。はい、初めてです。初めてですね。決勝大会、大きいステージですが、立ってみてどうでしたか。すごく緊張したんですが、とても楽しく思い切り出し切れました。よかった。一番見てほしかったところどこでしたでしょう。はい、歌詞でかかってこいよっていうのがサビと最後の盛り上がりですごく強調されているのですが、そこをこの私たちの原動力どうだっていうその力を強く見せられたかなと思います。ね、選曲も良かったね。選曲はみんなでしたんですか。いや、コーチの方がしてくださいました。最初に聞いてどうだった。この曲どうやって表現するんだろうっていうのが初めての感じたことで、でも聴いていくうちにそのテーマと踊りと合わせて自分たちの納得いくまで練習ができて、すごく充実した今日までの日でした。ありがとうございます。いやー、もう歌詞ともすごくマッチしてたし、じゃあくるっと後ろ向いていただいて、そのステージの結果どうだったのか見ていきましょう。高崎健康福祉大学高崎高等学校、表現力24点、技術力13点、独創性9点、合計46点。順位に変動はありませんでした。テーマウェーブのみんな、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。